5月18日は、グレゴリオ暦で年始から138日目にあたり、年末までは、あと227日ある、フランクフルト国民議会開会、安倍サダ事件。画像は21日の新聞韓国の民主化運動、公衆事件セとヘレンズ3噴火博物学者、民族学者、港区マグ誕生論議学者、 バートランド・ラッセル誕生。建築家、バルター・グロピウス。画像は、デッサウのバウハウス・ハングルを制定した立志朝鮮王、清掃没・シエナハの画家、ドメニコ・ベッカ・風ーミボツ。画像は、スプリウス・カッシュースの内首ペルーの反乱指導者、ホセ・ガブリエル・コンドル・カンキ、八つの刑に、劇作家、ボーマル・シェーボツ。作曲家、グスターフ・マーラー。 公共曲第3番のトロンボーンとオルガン演奏を、菊作家、ウィリアム・サローヤン・ジャズ・ドラマー、エルヴィン・ジョーンズ国際博物館の日、ハーグ平和会議開催。画像は、ロシア代表団。ありがとうございます。